日本神奈川県横浜市磯国滝頭滝頭は、横浜市磯国の町名。現行行政地名は、滝頭1丁目から滝頭3丁目。住居表示実施済み区域。磯国北部、下瀬吉大地の南端の堀割川右岸に位置し、東西に長い形をしている。町域西部が1丁目、中部が2丁目。 国道16号と堀割川に面する東部が3丁目となっている。北は丸山、東は堀割川を挟み馬場町、坂下町、下町、南は中浜町、高知町、岡村、東は南区、牧田町、堀の内町に接する。1丁目には1999年に旧万事病院跡に開設された横浜市立の卒中。 神経石水センターが置かれているほか、2015年までは1968年に設置された横浜市衛生研究所、1976年に設置された横浜市環境科学研究所がそれぞれ置かれていた。3丁目には横浜市営バス滝頭営業所と隣接して横浜市電保存館が設置されている。面積は以下の通りである。鎌倉時代から 室町時代にかけての平子市の現場屋敷跡の伝承が残る。かつての倉木群前場村であり、後に滝頭村、岡村、磯子村に分村した。江戸時代より滝頭村となり、新編武蔵風土気候によると、江戸日本橋から十里、東西六町余り、南北十七町、家屋四十八軒とある。国高は、天保豪町によると二百二十一国余り。 1868年に神奈川建設地により同県に所属。1870年により中村川と根岸湾を結ぶ運河である堀割川の造成が行われ、発生した土砂は吉田神殿の埋め立てだけでなく、同うは川口の鳩場建設にも用いられた。1877年頃には西洋野菜の名産地となる。地名は 村内にあった塚の名前から取られた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 町内には1972年まで横浜市電が走っていたが、現在は鉄道路線はない。以前神奈川新町駅から横浜駅、滝頭を通り屏風浦駅を結ぶ横浜市営地下鉄2号線の計画があったが中止となった。滝頭と市電保存館前の両手流所は横浜市営バス滝頭営業所に隣接していることから横浜駅、館内、 磯子駅、上大岡駅などへの複数の路線が集まる。一丁目方面へは、根岸駅から脳卒中、神経脊椎センター循環バスが利用できる。三空ひばり町内の警察の管轄区域は以下の通りである。滝頭町に関するカテゴリー。ありがとうございます。